はい、こちらがね、まあ、総社二子山古墳の、まあ、墳頂っていうのかな。まあ、こういったね、まあ、石碑も立っていますけれど。まあ、こちらはね、前方後円墳なんですね。まあ、6世紀の、まあ、末かな。まあ、ちょうどね、今さっき言ってきた、まあ、宝刀山古墳がね、まあ、7世紀末なんで、まあ、100年くらいね、まあ、遡るのかな。まあ、古いかな。やはりね、まあ、宝刀山はね、宝墳ですけど、まあ、遡った分ね、まあ、まあ、前方後円墳になるんですね。まあ、こちらね、まあ、なかなかね、どっちがね、前方墳でね、まあ、後円墳かあまりよくわからないんですけど、まあ、どちらにもね、まあ、一つずつね、まあ、石室がございます。まあ、そこのね、くぼんだ、なんていうかな、まあ、ところね、向こう側から見ればですね、まあ、きっと石室の入り口があるんだと思います。まあ、ということはね、まあ、向こうの側面にもね、まあ、石室の入り口がね、まあ、あるはずなんですけど、まあ、ちょっとよくわかりません。まあ、果たしてね、足を踏み入れていいのかどうかもね、まあ、ちょっとわからない状態ですね。まあ、こんな感じでね、あまり、まあ、整備されていないっていうのかな。まあ、あまり、管理が行き届いていないというか、まあ、そんな感じになってますね。まあ、周囲の風景はね、こんな感じで。もう本当にね、まあ、賑やかなね、まあ、総社の町の中心にね、ございます。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。なんとかね、まあ、二子山古墳のね、まあ、どちらなんだろうな。まあ、片方のね、まあ、石室。まあ、入り口はこんな感じです。まあ、これ、土砂がですね、まあ、かなり、まあ、堆積してるっていうんだか。まあ、ちょっとね、まあ、入っていくにはね、勇気が必要かなという。まあ、そんな感じです。ちょっとね、まあ、雲のもね、まあ、まあ、いますし。まあ、そんな感じでね。まあ、今回は入るのよしましょうね。まあ、ライトをね、ちょっと車の中に忘れてきてしまったんで。まあ、すいません。まあ、こういう感じでね。まあ、向こうの方にもね、まあ、入り口があるはずなんです。まあ、こういった感じ。まあ、下ってっていいのかな？